しゃっ。ここが真実の滝か。話によると、ここに座って目をつぶると真実の自分が見えるそうですね。どうです、ガイさんもやってみては。バカを言え。そんなことよりナルトの応援に行くのが先だ。そんなに怒らなくても。あ、もしかして本当は自分の真実を知るのが怖いんじゃ。ん何よ、俺が怖がっているとでも。ノープロブレーム。そこまで言うなら見せてやる。何者も恐れぬ強靭な精神を。え？なんだこいつは。え？こんな変な奴が俺の真実の姿なんだ。違います、よく見てください。そいつは暁です。確か名前は星垣貴様。星垣貴様。まさかこんなところであなたに会えるなんてね、珍獣。このサメ顔、どこかで。そんなことよりそこをどいてくれませんかね。ガイさん、そいつを逃がしてはダメです。暁のお前がここで何をやっている。それをあなたに教えるとでも。いずれにせよ、お前を逃がすわけにはいかん。いいでしょう。あなたとの縁もどうにかしたいと思っていたところです。この大刀サメ肌で削り切って差し上げましょう。なるほど。相当できるようだな。だが、これは青い文字を。サメごときに決して遅れは取らんぞ。戦闘開始。お前どこかで会ったことある。まったく、なんと記憶力のない方でしょうか。こうしてあなたと戦うのは3度目なんですが、ね、相変わらず凄まじい体術を持ちです。五重の牙からは逃れられんぞ。いいでしょう。私の力であなたを止めて差し上げましょう。このまま勝負を決めるか。そうはいきません。私にはやるべきことがあるんでね。大木剣を見たい。サメの牙では猛獣を食らうことはできん。覚えておけ。
終わりだ、俺の勝ちだ。まさに珍獣、これほど体術の強い忍びは珍しい。あなたとは三度目ですが、まさかここまでの敗北を味わうとは。まあ、あなたは私のことなど覚えていないようですが。ガイさん、やったのか。激前先生ってばすげえ。そいつを倒すなんて。そのまま奴を捕らえてください。その後、俺が記憶をたどって情報を引き出してみます。木の葉の情報部の者もいるのですか。よし、このまま奴を拘束する。手伝うってばよ。まだ動けるのか。気をつけて、何か仕掛けてきますよ。この状況、今の私に逃げ道はなさそうですね。ですが、この情報だけは。危なかったってばよ。最後の悪あがきってやつか。これで私の役目は終わりですかね、イタチさん。今日からあなたと組むことになったものです。元霧隠れ忍び刀な七人衆の一人、星垣キサメ。以後お見知りおきよ、内葉イタチさん。あなたの噂は聞いています。内葉の同胞を皆殺しにしたという噂は。同胞を殺すあの感覚はとても口で言えるもんじゃありませんよね。私も同じ境遇にあるもの、あなたの気持ちはわかりますよ、イタチさん。よく喋るな、お前。まあそう言わずに仲良く楽しくやりましょうよ。一度でも仲間に手をかけた人間はろくな死に方をしないものだ。覚悟しておけ。ならあなたも私もすでにろくでもない人間ってことですね。いや、どんな奴でも最後になってみるまで自分がどんな人間かなんてのはわからないものだ。死に際になって自分が何者だったか気づかされる。死とはそういうことだと思わないか。イタチさん、どうやら私はろくでもない人間。まだ何かするつもりか。みんな注意しろ。でもなかったよ。さっきのは水分身だったのか。いや、そんな素振りはなかった。多分本物だ。イタチとツーマンセルで組んでたほどの男がこんな死に様だとはね。でも敵の俺たちに仲間の情報を渡さないためにやったんだ。暁の中にも仲間のことを思って動く奴らがいるんだってばよ。敵ながらあっぱれだ。忍びの生き様は死に様で決まる。星垣貴様、お前のことは一生覚えておこう。リンネが長門の隠し場所を素直に話す気はないようだな。あなたが私の前に来ることは分かってた。一つ問う、なぜお前らほどのメンバーが俺を裏切った。渦巻きナルト、奴にそれほどの価値があるとでも言うのか。彼は光だからこそ
希望の花を持てる。俺に牙を向けるというのにまだ暁の衣を着ているとはな。暁は弥彦の作った組織、この衣は私たちの正義の象徴、あなたのものではない。そしてリンネガンは雨隠れの忍び、ナガトが開眼したもの、やはりあなたのものではない。お前は二つ勘違いをしている。どうせ最後だ、教えてやる。何？暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そしてリンネガンを長門に与えたのも俺だ。だから返してもらうと言った方が正しいか。まあいい。俺からすればお前はリンネガンの在りかを知るただの小娘に過ぎ、お前を捕らえればどうにでもできる。ウチハの動力をなめるなよ。あなたの言っていることなど所詮眉唾、信じるに値しない。私もナガト、そして弥彦も、私たちは私たちの道を歩いてきた。そこにあなたはいなかった。三人で見てきたものこそが真実だ。今となってはどうでもいいことだ。どうせお前たちの道とやらはここで終わるのだからな。道は終わらない。私が終わらせない。平和へと続く道を私たちは最後まで歩いてみせる。いいだろう。ならばその道を守ってみせろ。暁らしく実力でな。戦闘開始。あなたは光のない花は枯れるしかない。やめろ。ならばお前も枯れ散らしてやる。式神の舞。元は暁なのだ。俺くらいやってもらわねば。余裕でいられるのも今のうちだ。今にあなたは私に屈することになる。終わりだ。式神の舞。それは注意しながらな。あなたのことを熟知して戦う。弱点もすべて。なるほど。伊達水橋で俺と対峙したわけではないよ。あなたには見えないだろう。ナルトの持つ強い光が。式神の舞。勝負あり。もう少しよ、弥彦、長門。もう少しで。甘く見ていたな。考えれば元暁メンバーだ、お前も。だが俺はまだ倒れん。さてこれからどう攻める。暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そしてリンネガンを長門に与えたのも俺だ。弥彦も長門も己の考えで動いていた。彼らはあなたの駒なんかじゃない。どんな形であれ己の意志のために戦って死んだ。だからこそ意志はつながっている。あなたに邪魔はさせない。口では何とでも言える。所詮お前も長門もナルトのザレ言に乗せられただけだ。俺からすれば道化に過ぎん。本当の平和などない。希望などありはしない。ナガトはナルトを信じることで哀れだった自分を慰めたかっただけだ。
私の、ん、私の信じる者たち、道家などいない。弥彦、長門、彼らの意志は消えない。私もナルトを信じて、今度は彼が平和の架け橋になる男だと。そして私はそのための柱となる。最後のチャクラを使ってしまったけど、これでマダラは確実に死んだかな。イザナギ、光を失うことと引き換えに幻と現実をつなげることができる。ウチハの禁術、ウチハと千住、この両方の力を持つ者だけが許される道術。ウチハと千住、それは陸道の力のはず。あなたは一体何者？俺は千住柱間の力を手に入れた内葉マダラ、二人目の陸道にして今は唯一の存在。まだいろいろと話してやってもいいが、俺も忙しい身でな。話は終わりだ。現実をかけ終わった時、お前は終わる。長門、ごめんなさい。弥彦、私、リンネガンをいただく。キュービチャクラの修行？晴れてキュービはナルトのもの。熟成って？熟成イコールコントロール。あー、次はキュービチャクラをうまく使いこなすための。そしてそれが終われば。おお、さすがヤマト隊長。褒められても全く嬉しい。修行の舞台は真実の滝。おし、真実の滝だな。やってやるってばよ。いろいろ心配だし、僕もついていった方が。おいおい。